哲学におけるアナムネーシスとは、プラトンの認識論的、心理学的理論で使われる概念。日本語では早期という訳語が与えられる。この概念は、プラトンの対話編の中でも、メノン及びパイドンで発展させられ、パイドロスでもそれとなく言及されている。メノンにおいて、プラトンのキャラクターのソクラテスはメノンから挑戦を受ける。これは、ソフィストのパラドックス、もしくは、 知識のパラドックスとして知られるようになった、メノン。それでは、どのようにして探求なさるのですかソクラテス。一般に何であるか知らないものを、その中のいかなるものを問題にして探求なさるのですかいや、ともかくそれを探求してた場合に、知らなかった場所のものがそれであるということを、どうして知り得るのですかプラトン、メノン 80D 言い換えれば、 あるものが何であるかを識別する属性、特性、その他の記述的な目印を全く知らなければ、実際にそのあるものに到達したとしてもそれを認識することはない。また、結果的に逆が真で、そのあるものの属性、特性、その他の記述的な目印を知っているならば、そのあるものを探し求める必要が全くなくなってしまう。 この議論の流れの結果として、どちらの場合に転んでも、あるものを得ようとするのは無駄だということになる。メノンの場合は、知識を得るのは無駄だということになる。これに対するソクラテスの応答によって、早期説が発展することとなった。魂は不死であり、繰り返し蘇ってくると彼は主張した。彼によれば、実は、知識はいつも魂に内在しているが、 魂が復活するたびに、誕生の衝撃で忘れてしまう。そこで、人が学び知ったものとは、実は忘れていたものを回収しただけだということになる。そしてこのためにソクラテスは、自身を教師ではなく、三場とみなし、元から、弟子の中に存在した知識を生まれさせる手助けをした。この理論は、ソクラテスが、 奴隷の少年に幾何学に関する問いを問うているという構図で説明される。まず少年が間違った答えを答える。間違っていることを指摘されると彼は混乱するが、問いに答えることによってソクラテスは少年を真の答えに導くことができる。少年は答えを教えられることなく、かつて知っていたが忘れてしまったものを思い出すことで、真理に到達する。 というように話が終わることが多い。パイドンでは、プラトンは、イデア論と組み合わせることである程度、早期説を発展させている。まず、彼は、早期はいかにして達成できるのかを周到に考える。メノンでは、ソクラテスの問答法以外に何も提起されていないのに、反して、パイドンでは、カタルシスを通じて、肉体の本性に打ち勝つ生き方を提案している。 肉体とその感覚は間違いの源である。知識は理性を使うこと、魂によって物事を熟考することによってのみ取り戻せる。次に彼はせいぜい真のある信念に過ぎないものに対して真の知識はその内容とは区別されることを明言する。常に魂の中にある真理が存在するからこそ人は永遠の真理を知ることができる。 例えばロンドンからオックスフォードまでの最短経路のような真なる信念を知っていると大変便利ではあるが、そういった信念が知識の資格を得ることはない。どうして人の魂がそのような偶然的な事実に基づいた命題をいつも知っていることがあろうか後代のプラトン解釈者にとって早期は認識論的主張というより存在論的主張であった。 プロティノス自身は厳密な意味での早期を仮定しなかったというのは普遍的に重要なアイデアの知識は全て時間の外部に存在する源から生じ瞑想によって魂をノエシスの一環とすることでアクセスできるからであるそれらは早期というよりむしろ経験内的知識識識権の対象であるそれにもかかわらずネオプラトニズムでは早期説は 魂の歓喜の神話の一部となった。テュロスのポルピュリオスの短い作品、妊婦たちの洞窟からではこの考えが説明されている。同様に、マクロビウスのより長い、スキピオの夢に対する評論でもこの考えが説明されている。ネオプラトニストたちは、この霊的な記憶という考えを使って、魂の天敵、 非物質的な起源について論証し、宇宙霊魂の記憶はいかにして毎日人によって思い出されるのかを説明した。こうして霊的な記憶はプラトンの魂の概念それ、自体と本質的に接続された。個々人の持つ質量的つまり肉体的な記憶はさまつなことなので、宇宙的なアイデア、つまり心的なものの想起だけが人間を不死なる。 存在の源へと引っ張り上げることができる。アナムネーシスは、魂が、物質に煩わされるのに優先して自由になることを、人間の心が感じられるようになる、最も手頃な方法である。復活の過程はネオプラトニズムでは、魂が経験を忘れてしまうような衝撃であると、される。ありがとうございます。